中島さんが分球選手がいなくなって、はい、レギュラーポジションは奪い取るもんだということで。皆さんこんにちは。セノンプレゼンツベースボールメディア、いつもご視聴ありがとうございます。今回は東京恵比寿にありますこちら M1293 よりお届けいたします。それでは早速今回のゲストのご紹介です。巨人、日本ハム、ヤクルトで主にリリーフとして活躍されました住水雄さんです。よろしくお願いいたします。いろいろ YouTube でゲスト出ましたけど、はい、これだけきっちりした挨拶初めて。そうですか。いや恐縮です。いやありがとうございます。じゃあ今日はちょっとじゃあ、はい、頭はかっちりですけどリラックスしていただいて、はい、はい、頭からリラックスしてます、ね、いろいろなお話を伺ってまいりたいと思います、はい、それではですね、まずは住さんのプロ入り前からの経歴をご紹介させていただきます。県立米子工業高校から社会人野球、三菱重工三原を経てドラフト3位で読売ジャイアンツに入団されました。はい。もともとやはりプロ野球選手になる夢というのはお持ちだったんですか？もちろんもちろん。小学校の時から持ってますね。うん、僕は6月で66になりまして、うん、はい、約50、56年ぐらい前な、うん。すげえ半世紀以上前だ。なりますね、もう。いや、巨人の星とかあったんですよ。はい、野球漫画。あの漫画、漫画って言うんですけど、僕には教科書ですね。だからもう小学校、高学年ぐらいから、もうあのままおまっしぐらいっていう感じですよ。で、あの、はい、最初に勤められたのも、もうピッチャーからで。いや、まあ、俗に言う、まあ今はね、大谷君が二刀流、二刀流って言われますけど、まあ僕らの時代って、もうその前も大体、エースで4番とかほとんどですね、はい、またあの高校野球でも4番を張られてでしたよね。そうですか。じゃあずっと幼い頃からやっぱりプロ野球選手というのは、まあ憧れですよね。だいたいチームには当時はだから、左は1番、右は3番つけて背番号は1と3しかなかったような時代ですよ。はい、なるほど。で、住さんはじゃあもう背番号も1、左高1ですね、1で、うん、はい、右の方は3番と、そういう時代です、はいはい、半世紀以上前の話ですから、はい、なりましたね。ここから深くですね、その読売ジャイアンツ時代の話、1978年からということですよね。実動手書き、あ、すみません、ちょっと勝てない製紙工業。すごいな。1978年、はい、この年はあの5勝7セーブを挙げられて、はい、まあ、この活躍についてはご自身はどうですか？活躍というのはもう無我夢中だったですよね。キャンプ行った時に当時 NHK って言って、はい、NHK は二浦、堀内、加藤、この3人先輩が投げてるわけですから、でもたまに俺投げてる加藤さんが横に投げてて、はい、そしたら見たおとろに加わってた、ここに10球中8球ぐらい来るんですよ。パチンパチンパチンって言って、いや俺偉いとこ来てしまったなこれはと思って、俺はもうバンバンバンですから、いやー参ったなと思って、まあもうでもやるしかないんでという、だからもう無我夢中の1年って感じですね。それが新人を取られまして、ご自身では やったなという感触だったのか、まだまだやれた、どうでした、その。いやいや、もう目いっぱい。ただあの当時、130試合あって、はい、僕が60試合で二村さんが62試合か3試合出てたんですね。この2人はだから一時お前らレギュラーかって言われたんですよ、ピッチャーで、はい、今はねもうこう分業制になって道に出てますけど、だから当時は60歳で言うと本当60試合で言うと本当2試合に1試合出てますからね、そういう感じでしたから、だからまあ本当に無我夢中でやった1年間って感じですよね。もともと住さんはやっぱりその学生時代から含めて、まあ、当時はそんなないですよね、リリーフっていう役割だったりとか、そういう分業っていうのもうやっぱり先発ないですね。僕はだからもうこの時先発とかリリーフとかうんぬんかんなんじゃなくて、もう投げろって言われたところに投げるっていう感じですね。で、まあそのチーム内ではもちろん先発もおやりになって、先発は何回かやったけど、やられて、はい、で、ですからそのやっぱりもういつでもどこでも行くぞ、どうだったんですか？もうそんな感じ、そんな感じ。先発の時もだからローテーションに入ってるわけじゃない、谷前に投げるよ、そんな感じですから、それこそその当日まで言われないとかね、そんな感じでした。それはやはりで同い年の西本が、うん、で西本はもう先入ってるから、うん、お前明日先発だぞ、お前ちゃんと調整してたから、いや俺やるわけねえだろお前ね、何言うてんの、
そんな会話をしてたんですよ。いやいや、お前ちゃんと用意しとけ用意しとけお前、そんな話をしてたんです。やっぱりね、西本投手というときちっとこう先発、まあ、あの当時は、あの当時そうでまだなかったですか。まだじゃなかったかな。あ、そうですか、うん、じゃあお互いそういう、あ、本当に先発かな、あ、若手で出てきて前の年にガーンと西本が出てきたんですよね。ですからね、やっぱりそんなルーキーイヤーからそういうこう何ですかね、チーム内での存在っていうのは珍しかったというか、まあ、あの左で二浦さんおられたので、うん、だから二浦さんに随分可愛がってもらったんで、ですから、まあ、そういう意味では楽でしたけどね、まあ、大事なところは後ろは二浦さんだけど、で俺はその前のチャランチャランしたところがいるだけだから、はい、そうですそうです、はい、そういった新人王を取られたそのオフに、あのサイドスローに転向される。いや、それは2年目です。あ、2年目、あ、はい、じゃあこの年っていうのは、今年はもうほらもう巨人で新人王ですよ。そう、そりゃもう華やかな華やかなシーズンオフですよ。それは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 ね、タイトルをいただくお金ももらえるし、サイン会ってももらえるし、ね、テレビには出るしかないから、もうすごいですよ、巨人ですからやっぱり巨人はすごいですか。あ、当時はやっぱすごいですね、他球団羨むぐらいで、はい、というとご自身では、まあ、そのまま順調といいますか。まあそうですね、無我夢中でやって、まあ、そのご褒美がシーズンオフにそうなったということですけどね。はい、あのサイドスローのに転向したそのきっかけというのは、これね、2年目にいよいよベールがはげてしまいましたね。というのはボロが出始めまして、それでいわゆる、まあ、ノーコンレッテラーられてボールがばらつくというところで、で、まあ、俗に言う2年目のジンクスにはまりまして、まあ、はまったというよりも、それまでね、俺ピッチングフォームって習ったことないですよ、学生時代からずっと。極端じゃないけど、はっきり言うと、もう小学校から習ったことないですよ。小学校はあのみんなで集まって野球やってて、そこの、まあ、監督というか、あの非常に用務員の人がおられて、その人がものすごい野球好きで、だからほら責任、そういう人がいないと野球できないじゃないですか。ね、それでおられたみたいな。で、中学の時にはですね、監督はね、英語の先生で野球全くできないですよ。全くね、僕らがだから、はい、でも監督ってあのゲーム前のシートノック打たなきゃいけないんで、それを僕らは練習させたいですもん監督に。でキャッチャーフライってたら一番のノッカーの花形でしょ、パーンと上げるね、うん、俺らバッと脇に挟んでフイッてくれたからそうです。で高校時代も、ね、まあ、野球部入ってもそれより上でやった人がいなかったんですよ、先輩で、で監督はそういうの低い、内野手の人だったので、教える人がいないんですよ、はあ、じゃあ全くの我流で、はい、全然全然。だからもう変な話、今日はこうしろって言って、明日違う先輩来たらこうしろとか、もうわけが分かんないような我流である。それで、まあ、先ほど言った社会人は1年目バッターですから、はい、で2年目ピッチャーやって、とりあえず、まあ、やってたんだから、まあ、いわゆるそのままの形で投げてやって、でそのもう1年あのいたんですけど、その時はもうドラフトされて次の年巨人に行くって決まってますから、コーチも手つけられないですよ、そのまま、うん、でそのまま我流でその巨人に入って新人を取ったもんだから、はい、まあ、それの勢いだけで、本当に勢いだけですよ、本当にそうですね、で2年目にいよいよダメになって、はい、で社会人野球、アマチュアの野球って、まあ、1年間野球やってるんですけど、大会って春夏秋ぐらいだけなんですよ、はい、で10日間ぐらいだけなんで、極端に言うとあとボロボロでいいんですよ、この10日間だけきっちりしてればさ、でプロはそういうわけいかないんで、半年間真剣勝負なんで、 でそれで2年目の秋に、まあもうこれは今秋のキャンプって当たり前にみんなやってるでしょ、はい、これの完璧な走りです、僕らがやったのは。というのは、秋のキャンプってもともとなかったんです。秋季キャンプないんです、今で言う、うん、はい、あれないんですよ、もともとみんな大体あの寮とかそこら辺であの練習するという。それは ここで、そう、あのここじゃなくてコーチつきますけど、はい、まあ、大体そういう感じでやってたんですよ、うん、で地方とかそういう場所に行って、まあ、寝食ともにして練習するという、はい、いわゆる春のキャンプみたいなのはこれなかったんですよ、みんな自宅通勤でこういう練習やったんで、はい、でところがあの中島さんが V 級選手がいなくなって、はい、でそうすると当然ポジションが空くじゃないですか、空くとそこに誰かを埋めていかなきゃいけない、でそれが
嫌で、監督がレギュラーポジションは奪い取るもんだということで、それでキャンプをやるって言って静岡県の伊東にキャンプ入る。これがまあ、あのもう伝説的な地獄の伊東キャンプというやつですね。地獄、うん、でもうこれでこれをで僕らがみんな育ったものですから、各チームが全部やるようになって、もう今じゃ恒例のごとく春と秋にキャンプが出るようになかった。これはもう本当に走りです。もうこれがスタートです。今でいう秋季キャンプの先駆けだったんですね。そうです、先駆けの俺は犠牲者です。あ、犠牲者ね。いや、あれで、あれで、で、ない方を僕は変えたんですね。で今はほら、球数制限があるとかってうるさいじゃないですか、日米、はい、ね。その時は全く1日ね、大体ねブルペンではもう 2,300 球は普通に追ってたんですかね。であと遠投だなんだかんだ、メニューがすごいですもん、はい、教えてください。ピッチャーのメニューすごい。メニュー午前中投げるだけ、午後走るだけ、以上終わり。え走るのみ、うん、だって午前中投げるだけって、9時から始まってウォーミングアップやって、だからランチの12時までずっと2時間以上ずっと投げっぱなしです。だからだって飯食ったあと1時間ずっと走りっぱなしですから。夜間練習なんか当然ない、みんな動けないですもん。もうでそこは温泉があって洗い場があるじゃないですか。もう俺はマグロ状態です、みんな寝てますもん。そこでもう動けなくてこうやって、そうそうそう。であのチームプレーとかなんとかないですよ、個人のとにかくレベル上げるしかなかったんで。松本さんなんかあの後青い稲妻で出てきました、はい、ちょうど後楽園が人工芝に変わるんですよ、はい、次の年から、はい、それで中島監督が下が硬くなると、うん、だから松本さん足が速くて右バッターになったんですよ、はい、でスイッチに変えたんですよ。それもその時がきっかけ、うん、そうですよ。 でスイッチに変えると、で叩きつけろと、硬いから上弾むだろうと、高くで取って一塁投げる間にお前は駆け抜けろみたいな、そんな俺からしたら巨人の星のスタイルよ、それは完璧な。そう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 、だから松本さんの練習なんてひどかったでしょ。ウォーミングアップ趣味なんかなかった、確かの人ウォーミングアップ終わるじゃないですか、それで取り囲ったんですよ、ま、で一台マシンがあって僕が延々と打てるわけですね。もうずっとそこに閉じ込めきり、出てくるのはランチタイムだけ。自分で言ってましたけど、こうやって俺どんくさいからってこうやって自分で右足打ってたって言ってました。本当そうですよ、だから、うん、もう徹底的だったやつね、あれは、うん、でもっと意地悪なのは夜におかず左で箸持って食べろと。えそれはどなたにですか。松本さん、松本さん、スイッチにするから、要するに左手の感覚がいるからって、うん、意地悪感のごとく瓶漬けばっかり出てきますもん。お豆ですか。野球選手になってね、そんな。もうそんな徹底だったんですよ。もう徹底しましたよ。トレーニングをするとは。うん、で、ピッチャーも、はい、まあ僕はだから、その安定したボール投げれるようなフォームを見つけろと。はい、だからこれはもう本当、プロ以前のアマチュアの世界ですよね、僕の場合はね。うん、あと江川さんいて、江川さんはまっすぐとカーブしかないから、もっと違うボールを吸収増やせとか。結局吸収は増えてないですね、江川さんは。なんか内野からカーブとか、なんか名前だけはちょっと変わってない気がしますけど。増えたよ、ね、で西本はまっすぐとシュートピッチャーでしたから、はい、アウトローのシュートはそれをカーブ、反対のボールカーブ、コーチは犠牲者になってましたけどね。えどうしてですか。でカーブの練習してコーチにすまん打席立ってくださいっていきなりドーンとぶつけられて。じゃあその時にピッチャー陣で参加をされたのがやはり、今おっしゃった、そうですね、江川さんで、西本、はい、俺、佐渡川は入ってないです。佐渡川は入らないです、ね、じゃあ、あのチーム内一軍の中でももう、まあ、完璧な若手、少数制で、はい、もう全部そうでしたね。で、野手は松本さん、中橋さん筆頭に、はい、あと篠塚とかね。でも、後から振り返るとやはりその地獄を経験された方、皆さん、いや、もうそれがないと僕らはないですね。特に僕なんかもうフォーム完璧に変えてるんで、で変えるときは極端にやんなきゃダメだと。でコーチとほぼマンツーマンで、もうああでもないこうでもないっていろいろやってて、世間的には俺は上から横に変えただけと思ってるんですけど、そういう発想は全くないんですよ。え客観的に見ると単純にそういう、僕らも聞かれるともうめんどくさいから、はいはいコントローラーが横に変えましたってこう言っちゃうんだ、もうめんどくさいからって言うんですけど、実際はそうじゃないですよ。というとフォームを変える間に極端にやんなきゃいけないとかっていろいろやってて、それでだん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 
何百球も投げるんで疲れてくるんですね、はい、である日こう投げててあこれだったらいくらでも投げれるし、あの自分のイメージとボールとか合うっていうのが、まあ、いわゆる暗闇の状態に光がパッと入ってきたのが見えたんだよ。でこれだとこれだと僕はいくらでも大丈夫ですってことで言って、あこれが自分にじゃ合ってるフォームなんだと思ったのがたまたま腕がよく腫れてたんですよ。はあ、うん、そういうことなんですよ、うん、それがあの、まあ、サイドスロー、それがサイドスロー、たまたまだから上横から投げる感覚ってもう全くなかったですね。でもういろんな本当にいろんな試行錯誤してこうだあだって極端にやれってやって中でこれだと思ったらたまたま腕が横から出てた。そりゃねマスコミにも思いっきり反対されましたよ。評論家解説者マスコミもうボロクソに叩かれましたね。それやはり極端な、まあ、身長が183センチ、まあ今ではね、はい、大きくないですけどまあまあ、はい、ある方でしたから上から投げてあのダイナミックさがなくなったとか何言うてんの、まあ、ストライク入らないってどれだけ叩いたんだ俺をみたいな思ってたんですけどね思ってたけど、うん、でそれ叩かれてでコーチもやっぱり心配だったんでしょうね。僕は全然もう帰る気全くなかったんで、はい、でコーチが中島監督を連れてって、うん、でまあ監督住みもやりたいって言ってるし、はい、私たちもやらせたいと、はあ、どうでしょうかって言ったら監督が、うん、いいんじゃないのどうぞどうぞって僕は責任取りますって言われて、はあ、だからまああのものすごい軽く言われたんですけど、うん、あんまり重く考えろと、はあ、っていうことだと思いますよ、うん、自分がそう思ったらやりなさいっていう、うん、監督はどっちかというとチャレンジ精神を背の方ですから、はあ、でそれでまあ、元々僕は迷いはなかったんですけど、はい、それで迷いなく何のね誰が反対しても関係ないって、ね、そのまますぐ、うん、ね、それでまあ横手になったということですね、はい。